イバライハーカエイカに属する、エイの一種である。奇種、イバラエイ属は一重型。定性で、インド太平洋熱帯域、西アフリカ沖で見られる。深度30メートル以前の砂底、サンゴレキテイ、アマモバなどに生息。大きくて重く、体幅1.2から1.5メートル。ほぼ円形の胎盤と木膜のない細い尾を持つ。このトガニは珍しくドクトゲを描くが、 全身が大きく鋭いトゲに覆われている。餌は主に定性無脊椎動物や魚類で海底を掘り起こして餌を探す。舞台板性体制。丈夫で粗い皮膚は、サメ側として価値が高く、剣の柄や盾などに用いられる。この場合、カイラギザメとも呼ばれる。沿岸漁業で混獲されるが、トゲが多く扱いづらいため商業ベースに乗りにくい。 のほうずな量により、個体数が減少しているため、IUCN は、気球種に指定している。ファウナオブブリティッシュインディアによる、イラスト1801年、インドのムンバイから得られた皮膚の断片をもとに、ドイツの博物学者、マーカス・アリーザ・ブロッホとヨハン・ゴットローブ、シュナイダーによって、システマイクチオロジに記載された。この時点では、メガネカスベッ族に置かれ、種賞名は、 ラテン語で最も荒いを意味するアスペリマとされた。また、同時に西アフリカから得られた個体がラジャーオフリカーナとして記載された。後に、この2名はシノニムとされたが、同時に発表されたため選手権が曖昧になった。そのため、種相名をアスペリマスとしている文献、アフリカヌスとしている文献が見られる。1837年。 ヨハネス・ペーター・ミュラーとヤーコープ・ヘンレは、イバラエを親族ジムニュラに置いた。この名は、ツバクロ英族として、すでに使われていたため、その年のうちに、ユーロジムネス族が作成された。どちらの名も古代ギリシア語のオーラ、ジムノスに由来し、ビブの棘を描くという特徴を表している。現在のユーロジムネス・アスペリマスは、複数種を含む可能性がある。 広範囲に分布するが、他の赤い衣類に比べると希少である。沿岸に見られ、インド洋では南アフリカからマダガスカルアラビア半島、セーシェルスリランカ、東南アジア、西オーストラリア沖のニンガルーリーフなどで見られる。スエズ運河を渡り、東部地中海にも侵入している。太平洋では、インドネシアニューギニア、北はフィリピン、東はギルバート諸島、フィジー、南は、 東部オーストラリアのヘロン島沖まで分布する。東部大西洋のセネガルギニアコートジボワール沖でも見られる。岸近くの深度130メートルの砂底、サンゴ歴帝、アマモ場、章の近くを好み、岸水域にも入る。厚く丸い胎盤、背を覆う鋭い棘が特徴。胎盤は楕円型で、中央部が分厚いため外見は、ドーム状である。糞は、 丸くわずかに突き出す。小さな目の後ろに、それより大きい噴水口がある。鼻孔は狭く、ビシビラ公園は、棒状で口に被さる。口底には三五個の乳頭突起があり、口角には深い溝がある。口の周辺も乳頭突起で覆われる。両角に四十八の歯列が並び、歯は小さく平たい。五体のエラ列が、体盤面にある。腹気は、 小さく細い。尾は、急激に細くなり断面は、円筒形、長さは、胎盤とほぼ同じで気膜はない。他の赤いイカ魚類と違い、尾に、毒棘がない。平たいハート型の皮場が密に胎盤から尾、覆っている。大型個体はさらに、胎盤前面が長く鋭い棘に覆われる。上面は、明るい茶色から灰色で尾に向かうにつれて、黒くなる。 仮面は白。大型種で、最低でも体幅1.2メートル、体長2.2メートル、最大で体幅1.5メートルになる。海底や洞窟の底に横たわっている。ニンガルーリーフでは群れを作ることが知られる。餌は星虫、多毛類、甲殻類、甲骨魚など。節時時には底砂を深く掘り起こし、噴水口から吐き出すため遠くからでも存在がわかる。 上中のラインボットリウムディバニア、先中のチニセファラスオーバーストリーティ、単勝類のデンドロマノカタリーユーロギムネネオンタブデラ、バギーなどの寄生虫が記録されている。無体盤生体制で母体から分泌する子吸入による組織栄養で肺を育てる。若菜の生息環境としてマングローブ林が重要である。オスは体幅90センチメートル、メスは 体幅100センチメートルほどで生成熟する。毒針は持たないが、無数の鋭い棘は危険である。大胆な性格で、人の接近には寛容だと報告されている。丈夫で棘の多い皮膚は、サメ革として利用されてきた。特に武器の柄に用いると戦闘中に滑りにくく、日本刀の柄、鞘に用いる、最上級の革としてバイカ革と呼ばれている。 マレーシアでは盾を覆うために用いる。東アジアでは装飾にも用いられ、染色の後棘を削り落とし、ブチ模様を出す。フナフティ島では乾燥させた王、ヤスリのような道具として用いる。トロール漁、オチモ巻き網で混格されている。皮は高価値で、肉や軟骨も利用できる。航海のファラサン諸島などではレバーが、 季節料理として食べられている。だが、扱いが難しいため経済的重要性は限られる。野放図な沿岸漁業が続いているため、ベンガル湾、タイランド湾などの近辺では、局所絶滅か、それに近い状態だと考えられる。沿岸開発による生息地の消失、乱獲などの理由で IUCN は気球種としている。ありがとうございます。